ラリーグドジャースの4カージナルス2024年3月31日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手29が3月31日日本時間4月1日本拠地でのカージナルス戦に2番 DH で先発出場第3打席で二塁打を放った4点を追う6回先頭で打席に入ると1ストライクからの2球目 高めのチェンジアップを振り抜き、右翼戦へのエンタイトル二塁打とした。打球速度1158マイル、約1863キロ、は今季最速となった。また、大リーグ公式サイトのサララングス記者は自身の X、旧ツイッター、で、大谷の二塁打について、2015年に導入したスタッドキャストでドジャースでは17年4月4日のヤシエル・プイグの放った116.0マイル、 約186、7キロのボロアウトに次いで球団2番目の速さと紹介。つまり、最速のアンダだ、と記した。さらに一試三塁からティーヘルナンデスの左前的地打で生還。この回の2点を呼び込んだ。初回の第1打席は2ボール2ストライクからの5球目。相手先発、マッツの外角球を見送ったが球審はストライク判定。 思わず点を仰いで右手を上げて悔しがる素振りを見せた3回2一1塁の第2打席も外角球を見送ったがストライク判定に首をかしげる場面も際どい判定が続き最後は空振り三振に倒れ2打席連続三振を喫していたが相手左腕との3度目の対戦でようやく快音を響かせた7回の第4打席は遠ごろに倒れ4打数1安打だった 前日30日のカージナルス戦は初回の第1打席で右前打を放ったものの、その後の5打席は凡退。特に1点を追う延長10回西満塁の後期では夕日に倒れ、絶好のサヨナラ期を逃し最後の打者となった。それでも、見え方自体は悪くない、と状態は良好と語っていた言葉通り、この日も H ランプを灯した。 チームは2対4の8回にティーヘルナンデスのソロで1点差に迫ると、マンシーがツーランを放ち逆転に成功。鮮やかな逆転勝利で本拠地開幕4連戦を3勝1敗と勝ち越して終えた。